小槌チャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思います。まあ先日鈴木商店の話をしたんですが、うん、そこで出てきた後藤新平見てみたんですけども、うんうん、すごい経歴の人ですね。ああ面白い人やね。そうですね。 あれこそね、僕は大河ドラマのね、うん、あの主人公になってもええぐらい波乱万人。あの人医者でしょ。まず元々が医者でしょ。そうでしょ、うん、でそれも医者になるのも結局いろんな人から助けてもうてるっていうことはあってね、ええ、だからやっぱり すごいあのええ感じの人なんやろと思う。野口英世みたいな。子供の時からね、うん、だからその自分のあの人はまあ東北の方の人やけども。あ、そうなんですね、うん、安和っていう、これがどこやな、伊沢県やな、半賀県、ええ、それの知事になってきた人に見出されて、うんうん、で結局その自分に後藤新平とか、うん、同じ年頃の人間5人を、うん、あの自分のところの書生にして、うん、でこれを県庁で雇ったわけ。県庁の要するに小遣いみたいなのやな、最初は。まあ、うん、故障みたいなもんかな、うん、でそういうなんで13歳で、うん、その県庁雇われ、それから中学卒ぐらいの感じやな。ニューフェイスみたいなもんね、うん、その後勧められて、うん、須賀川っていうところの医学校があって、うん、そこへ入学勧められて、うん、そこへ行くと医者になるんだよな。まあ、そうですね、とにかくな。そうするとだから医者にもなってるし、うん、ボーイスカウトの初代総長だし、うん、東京市長もしてるし、ね、NHK の初代総長みたいなのしてますね、うんうん、だからなかなか何やそれこそ何やってもちゃんとやれるっていう人で、うん、それからその須賀川医学校へあの入って17歳で入って、ええ、それからその後卒業したら愛知県医学校っていう愛知県医学校っていうところの医者になんねんな、ええ、それが入って、数年のうちに24歳かな、うん、それでそこのもう校長兼院長になる。え、24歳で、うん、超賢いじゃないですかね、うん、ほんでその時にちょうどその愛知県やろ、ええ、ほんで板垣が岐阜で刺されたか、ええ、ほんでその時にこの人が見てね、後藤新平がな。あ、病気をですか、その刺された、うん、そう、いや、あ、すごいことですね、うん、ほんで閣下その板垣を診察した時にね、ええ、閣下その御本会でしょ、本会、そのやられたっていうことがね、ええ、その自由民権運動やっててね、ええ、されたっていうのはご本懐でしょうって言うたっていうね。24歳で、うん、すごい。だからそれで、うん、その板垣も、うん、こいつこそその政治家になったらええのになっていう思ったっていうな、うん、すごいな、うん、そういう人やからね。だからもう医者としてそういう、まあかなりもちろん有能やな、その24歳ぐらいでなって、そう見れるだけだよ、うん、医者しね、うん、ほんでそれでうちにその軍医総監になった石黒忠則っていう人がおって、ええ、でその人がこいつはなかなかっていうんで、うん、で内務省へ入れと、内務省の衛生局、要するに官その医者っていうよりも官僚として入れと、うん、あ、推薦もらったんですね、うん、ということで衛生局へ入んねんでこれもすぐにもう衛生局長になるねんな。10年ぐらいかかってんやけども、それでも30ちょっとですよ、まだ。そうそうそう、うん、な、うん、か、それから官僚になる、内務官僚になるわけな、うん、でこの時に、うん、せっかくなったんやけども、うん、相馬事件っていうのが起きて、相馬事件、うん、これが面白いからね、相馬事件の話はあの今回はしようと思ってるけどね、ええ、その相馬事件っていうのは何やったらね、相馬っていうその東北の中村藩っていうところの藩主が相馬氏やな、そう、そう、それからその相馬氏の当主が相馬友種っていうんだけど、ええ、この人があのどうも相馬友種っていうのが、うん、結構その家の中で乱暴な言葉吐いたりするんで、ほんで精神病やっていうことで、まあ気違いやって、その自分の言葉で、いや、まあ、パワハラみたいなもんですよ、今で言ったらということで、うん、家の門から座敷牢へ入れられる。あ、ようありますね、そういう話、うん、ほんでこれをね、その藩の家来の中で、うんうん、これは多分その他のね、その相馬ともつねか、うん、その人のその家族やがね、これを廃して、うん、別のもんがその当主になろうとしてる陰謀やと、陰謀と、うん、思って、うん、でいろいろと周りにも言うわけ、うん、で他の藩元の家来がおるわな、ええ、そういうのにもそういう話をいっぱいすると、
いうことでね、ごっつい お家騒動みたいな感じなんだな。まあ、明治でもお家騒動ですね、うんうん、お家騒動の元凶を作ってるのは、うん、カレーってその自分のその元のあの、家臣の一番上やな。それが志賀直哉のお父さん。そうなんだ。でその志賀なんとかっていう人とかをね、うん、告発するわけ。家族が、あのいやいや、あの藩士が、ね、西堀っていう人がね、これはそのそういうお家騒動やということで、うん、でその首謀者は志賀直哉のお父さん、これやということ で、うん、でそういうのをその家族でもね、うん、その自分の息子のあのとか、うん、そういう連中みんな引っ込めて告発するわけ。なるほど。で、あの家の方では最初座敷論に出てたけど、うん、天教院言うて、あの要するに吉合病院やな、その時間。ああ、これもやったやつね。また天教院へ掘り込むわけや、うん、それをこのまた錦織っていうのが、うん、そっからうまいこと救出というか連れ出したりするの、うん、でこの連れ出したことが問題になって、うん、でその時にその藩主の友ためから印状持てるって言うて、うん、あ言うんやけど、それはどうも偽造やった。なるほど、あるあるですな、うん、ほんで結局それで錦織は引っ張られるわけや、まあ、詐欺です、うん、偽造ね、偽造 とかでな、うん、でこの時に後藤新平がそれに味方して、うん、それでその藩主を連れ出した時にかくもうたりしてるわけ、うん、おお、藩主を、藩主何を、あの連れてきたその殿さんやな、殿さんを、おお、なそれをかくもうてんねん。ほんでこれでその後藤も引っ張られるわけ、共犯ですもんね、うん、ほんで5ヶ月ぐらいその交流されるの、ね、結構高いますね、うん、ほんで結局はその錦織やらは、うん、あの実刑みたいなことになんねんけども、うん、まあ、あの後藤の場合は証拠不十分で結局不起訴になってやねんけども、結局それきっかけにその衛生局は首ですな、首やわな、うん、そういうことがあったからな。そっから台湾総督府になるんですか、うん、この錦織がその、そういうその話を家臣やら他のね、家臣やらにやった時にはね、署名が1000人集まったっけ、はその結局そうに違いないっていうやつが、どうに違いない、いやいや錦織が言うてるに違うの、あ、うん、偽造じゃないと、そうと、要するに殿さんが気の毒やっていう、うんうん、同情表ですね、同情表がね、1000人も集まったっていう、ね、なるほど。だからあのかなり世間はそういう形やから、うん、後藤なんかもその口になったわけだ、後藤も味方ついたと、うん、で支援者も出てくると、そうそうそう、だからそれで結局辞めさせるっていうことやな、うんうん、なるほど。だからその後またいろいろあるけど、またちょっとずつやろうか。なるほどね、うん、まあ、この人のね、うん、ちょっとした反省をちょっと聞いただけでも、うん、まあ、魅力的な人物だと分かりますね、うん、板垣も見るっていう事件もあるし、志賀直哉が絡んだりして、まあ、これだけ見てもこの後藤新平という人物は結構魅力的ですね、うん、この時のね、うん、その裁判なんやけどね、吉井判事とかね、そういうのがみんなね、うん、汚職で両方から金持ってんねんな、うん、あの どっち側かも、藩主の側のからも、藩主派も、藩主側も、うん、からもね、ほんで結局金額が違うたんかしらけど、藩主側について、うん、それで結局ごとやらみんな引っ張られてるわけ、まあ、落語やったらね、うん、時短になるんですよ、うん、ほんでそういうのがもう、うん、あのぐちゃぐちゃとしててね、相馬事件自体もかなり面白い話なんやけどね。なるほどね、うん、まあ、これね、それを見たらね、後藤がね、うん、後に金権政治になるってことを考えると、うん、この今回の件の経験が重要になってるかもしれない。でこの時にそのさっき言った石黒忠則っていうね、うん、この人がものすごいあの権力を持ってたわけや、その医学界 で、 なるほど。でその松野政治はこの事件で、うん、もう完全に後藤を見捨てたわけや、ああ家にやったんですね、うん、ところが石黒はこいつは見どころがあるから言って見捨てへんだわけ。なるほど。じゃあこの二人で結局対立するんですか、後に。対立はせへんけどね。うん。だけど結局そういうことがあって、うん、あの後につながるわけやな、後藤は。なるほど、うん。ここで完全にポシャってしまわへんわけ。なるほど。台湾総督府やボーイスカウトや、うん、まあ、NHK に変わってくるんですな。ほんですぐに見捨てずに、うん、あの日清戦争の後は、うん、検疫業務っていうな、うん、今のあの野口英世がやってたやつ、うん、あれをその
石黒に任されるわけ。なるほど。ほんですぐまた衛生局長にまた帰り咲く。なんかすごい人ですねこの人。うん、でその衛生局長に返り咲いて、うん、石黒なんかと仲良かった小玉源太郎という。小玉源太郎。小玉源太郎ちゃんの後の、ええ、あの海大臣ですね。海軍大臣とかなったりしてるけど、うん、この人なんかにも見込まれて、うん、で小玉源太郎が、うん、台湾総督府の総督になって、ほう、あこれさから後にしようか、その、ええ、これあこれこっからそが後や、そう後なっちゃう、台湾総督府、まあ世界一からそこやるけども、うん、要するに台湾総督府の、うん、あの総督になったもんで、ええ、それで民政局長いてナンバー2に抜擢されたわけ、ほんと五玉に、なるほど、うん、そっからやな、うんうん、ほんでアヘンのことやとか、うん、そういうのをうまくやるわけやな。なるほど。そこにあの後につながっていくわけですね。まあ、そう考えるとね、うん、この人の人生の最初の方だけでも面白いですね。うん、あの気になる話はまた今度やりましょう。うん、まあ、皆様コメント欄にいろいろ書いてくれると嬉しいなと思います。うん、いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。